戦争法が施行されました。 怒りを禁じ得ません戦争法施行により、2016年度予算案においても、防衛費はますます正規化され、4年連続の増額により、初めて5兆円を突破をしました。内容的にも F35 ステルス戦闘機、オスプレイ、新型空中給油機、対空型無人機など、攻撃型の高額兵器の購入が目立っています。また沖縄県民の民の意に反する辺野古新基地建設関連予算が されるとともに、思いやり予算も21億円増の1920億円、宇宙分野でのスパイ衛星である情報収集衛星も5億円増の619億円、さらに民間人船員を海上自衛隊の予備自衛官補として活用する予算は、事実上の徴用につながるものであり、断じて認められません。 一方社会保障費の自然増分は削減をされました本来1兆円近くが見込まれる社会保障費の自然増分が4997億円に 圧縮され小泉第1次安倍政権下における毎年2200億円カットを上回る削減となっていますさらに保育園に落ちたのは私だの声をかき消すかのように子育て世帯臨時特例給付金を廃止するなど政府予算案は名ばかり1億層活躍予算に他なりません 文科省予算が前年度比0.25%減の5兆3216円となったことも問題です。今こそ学生ローンと化している奨学金制度を抜本的に改め、有利子から無利子型への転換、給付型奨学金の創設を急ぐべきです。また、中小企業対策予算が減額されたことは、大企業と中小企業の格差拡大を進めるものであり、アベノミクスによる大企業優遇を示すものです。 さらに tpp 大筋合意を背景に農林水産会見予算は農地の大区画化推進や土地改良事業など大規模農家への支援返調が目指します丸5年の節目となる復興関係予算では住宅再建や復興まちづくりに関する予算が前年度比202,000 億円以上削減されており、被災地の生活再建が置き去りにされていると言わざるを得ません。地方財政も一般財源総額は確保されたものの、自主財源である法人住民税の国税化、交付税別,別枠加算の廃止、交付税算定へのトップランナー方式の導入や、 業格算定、成果配分方式の拡充など、文献自治の面から問題が残るものとなっております。公共事業や原子力関係予算においては、無駄な事業やプロジェクトへの切り込みが足りません。以上、2016年度政府予算案は、アベノミクスの失敗を覆い隠す、名ばかり1億層活躍予算であり、社民党は国民生活重視で、トリクルダウンではなく、ボトムアップ型の予算を求める立場から、政府予算案に反対であると申し上げ、討論を終わります。 以上で、えー、討論通告者の発言は全、すべて終了いたしました。